はい、皆さんこんにちは。ククルバナ出会いミュージック、略して誰も言わんのかい、言わんのかい、嘘でしょ、まさかの裏切り。はい、ククラブのお時間がやってきました。本日のお相手は私ヨギと吉川梨沙と夏美ととですね、です。本日は沖縄市のコザタイガースからちびっこ4名が来ておりますので一人ずつ自己紹介をお願いします。はい、誰から行く？さあ自己紹介、キャプテンから、キャプテンから行きましょう。はい、4年キャプテン安村なすきです。よろしくお願いします。じゃあ続いてお隣と4年キャプテン、あ、じゃあ4年副キャプテン新庄正道です。はい、よろしくお願いします。はい、続いて次、中村しゆです。はい、お願いします。じゃあ最後、4年玉木雅嗣です。はい、よろしくお願いします。最年少ゲスト来ました。はい、かつてない小学生のゲストです。そうなんだ、他にも人数いるけど。違う、そういう意味じゃない。怖いよ、今日の30分怖いよ。はい、なのでね、今日コザタイガース、まあ、ちびっこよ、ね、野球少年が来てるので、今日のテーマは野球でいきたいと思います。元気ねえな。えいえいおー、すごいな。えいおー、意図しないタイミングで喋り、喋ってほしい時に黙るっていう。怖いよ今日の30分。はい、なので今日テーマ野球でいきたいと思います。なのでね、せっかくゲスト来てるので、まあ、ゲストの子供たちに素敵なお姉さま方から質問があると思うので、ぜひ答えてね、元気よく。返事は、うるせえ、うるせえ。はい、では早速1曲目に行きたいと思います。今日ね、野球テーマなので、そうそうそう、野球関係の曲をどんどんかけようと思います。残念。では1曲目は岩崎よしみアニメタッチからですね。その名もタイトルもタッチです。どうぞ。はい、お届けしている曲は岩崎よしみさんでタッチです。タッチ、ひろみかよしみかよくわからんっていう、ね。さあさあ、今日ね、せっかくこのコザタイガースから少年4人が来てるんですけど、君たち4人は今日なぜここに来たんですか？どう、資金造成です。お、資金造成。資金造成って何？お金。ざっくりざっくりしてんな。先生、もっともっと情報があるでしょ。いつこの資金造成、あ、こだ誰だ、いつ誰だ。31日にこの中で
お金を、違う、エイサー祭りで売店を出すので、ストップストップストップ、キャプテン、キャプテンでお願いしよう、こういう時はキャプテンの、7月31日に小沢エイサー祭りで、うん、売店を出すので、はいはい、なるほど、ユニフォームの新しく作るお金の資金造成、うん、ああ、この売店してその売り上げが自分たちの新しいユニフォームの資金になるっていうことだよね、うん、なるほど、うん、今もこの今のユニフォームも全部お下がりなんで、うん、切ないさすがさすがキャプテン、ちゃんと言えるじゃないかいやこれ頭いいからね頭褒めなきゃよかった褒めなきゃよかった、なんかクラスでは1だよ、いちいち席畳んでいいよできやできやできやそうかもしれんけど、今の発言でちょっと台無しねそんなことないですよぐらいがちょうどいいのに、うん、そんなこと超あるよ謙虚さがね謙虚さが全くねじゃあせっかくなので、このね、君たちにどうしてもね、このお姉さん方が質問したいことがあるみたいなので、せっかくなので質問タイムいきましょうか。はい、じゃあ吉川さんから、はい、なんかね、せっかくなので聞きたいこととかあれば野球は好きですか？はい大好きです、当たり前ですちょっと待って、もっとゆっくり喋ってマイクが痛い、耳が痛い、当たり前です当たり前って、うん、あと一つ、あ、どうぞどうぞ、もう一個いきましょう、はい、誰が上手ですか？おお、俺です。なかなか迫ったね。キャッチャーです。キャッチャ ー, ーキャッチャーですよ。キャッチャーが上手です。キャッチャーです。待ってよ、ポジションで言われても誰がどのポジションか知らないからさ。ありがとうございます。まあ、キャプテンが上手いってことでいいのかな。いや、俺も上手いって、はい、キャプテンが上手いんじゃ。喧嘩した、喧嘩吉川さんの質問で内部紛争が起きましたじゃあ次の質問行きましょう。夏美さん、はい、監督さんは怖いですか？いいよ普通です、普通。これキャプテン、これなんか今遠慮を感じた監督少し怖いですよ。やっぱり怖いんだこう、言ったね。4年生には優しく、3年生には優しいです。あ、じゃあ4年生には厳しいです。でも好きですか、監督さん？当たり前よ。当たり前当たり前そうね、好きとかいい人だって言っとかないと、後で監督これ聞くはずよ。あ、聞いてるはず。誰だ俺のこと怖いって言ったのはって絶対聞くよグラウンド10周みたいなあるはず。すいません、厳しいって言わんければそう、優しい、今のうちまだ間に合う。優しい優しい優しいですよ、優しい優しい。でも結構優しい方だよ、うん、結構じゃなくて超優しいです。上からだな、結構優しいっすよって好きですか、監督さん？はい。うるせえ。ちょ待って、誰一番うるさい？はい。あ、シールでシール。俺じゃないし。耳が痛い俺は痛くない。あ、これつけてるんだ。そうそう、ヘッドホンつけてるから君たちがあーとかやったら耳にガツンってくるわけよ痛い、お姉さん痛い、耳が大丈夫じゃない？大丈夫じゃないんですよ。もう明日、今日終わったら耳鼻科行かず。ちょっとね、慰謝料は監督に請求しようね。じゃあ夏美さん、もう一個質問ありますか？はい、あの ルーティーン。ルーティーン。あ、毎日やっていることみたいな。五郎丸選手みたいなことやっている。あ、やってますよ。おー、じゃあ何？イチローの前。え？イチローの前。イチローの前。チームがよくやるぞ。うーん怖い、この宴会みたいなノリ怖い。ちょっと待って、部員にいるんだけど。あ？ん？ん？ん？何？あ、4番バッターさん。うん、4番バッターが、4番バッターが俺しかいない。4番バッターって基本1人じゃないの？ああ、そうですよ。なんでじゃあ普通じゃねえか。じゃあバッティングがいいの俺しかいない。ああ、なるほどね。俺が1番バッティング上手いんだぜっていう自慢をね。打率は0割0分を5グリーンぐらい。打率0割0分で1番上手いの？ああ、何言ってるわ。ザ・タイガース大丈夫？たまに、たまに。
たまに、うん、センターオーバーチュー、たまに。おめでとう、おめでとう。じゃあちょっと話が盛り上がりすぎてちょっと怖いので一旦クールダウンしましょう。では2曲目いきたいと思います。2曲目がですね、ピンクレディでサウスポー。流れてませんよって言ってます。あ、多分ユーストリームとかじゃない。ユーストリームあの音が流れてる。あれ？あれ？これも流れてんの？これ聞こえたら流れてる。あ、そうなんですか。ヘッドホンに流れてるのはちゃんと電波には。嘘でしょ？あれ？で、俺がいる、俺がいる。今騒いでるのはネットでは配信中。ネットでも配信中。帰ったら怒られてない。あ、嘘だろ？寝てる。トンスクしとかないと。映ってるよって言ったでしょ。監督見てるんですよ。これもネット、うん、恐ろしい怖くて怖くてもう死にそう。よく死にやしないな。いいんですか、流れてない、流れてないって出てるの、うん、あでもなんかこっちに流れてるのは流れるって言ってました今さっき。流れてなかったらもう終わりで終わるのか。この話してるから大丈夫。ネットで今やってるのもう配信されてはい、お届けしている曲はピンクレディでサウスポーです。これもね、よく高校野球とかで吹奏楽部とかがねよく鳴らしてますからね。まあね、小学生は世代ではないからピンとこないはずだろうけど。そうだ、この皆さんがさっき話した小座祭りの資金造成。あ、ちょっと飽きてるなお前ら。飽きてるなお前ら。このコザの資金造成の売店出すんでしょ。この売店にいろんなメニューね、焼き鳥とかかき氷とか、このメニューのポップをなんかちっちゃな声で何か聞こえる。ちょっと待って、聞こえてんだよ。このどこまで喋ったっけ。まだポップをなんだっけ。この売店で表示する値段の焼き鳥とかポップじゃねえ、かき氷とかビールとかそういうのの値段表のポップをこのね、ちょっと飽き始めている小学生の隣に座っているお姉さん2人が作ってくれたんですよ。あ、これ。あ、そうそうそう、ちょうどねユーストリームとかカメラでは絵が見えるんですけど、ぜひぜひカメラで見てる方はこのね、今カメラに向けているポップを夏美さんと吉川さんが作ってくれました。コザタイガースのために完成薄。急に恥かさか。急に恥かさか。誰に言ってるの君たち4人にさ。恥かさ。なのでポップ作ってくれたので改めてあの4人からお礼をね言いましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。なんでなんでなんで俺たちが作ったのじゃないよ。すごい、ありがとうにありがとうって返したらなんでってなるんだ。すげえな、小学生ってそういう感じか。はい、あ、当たり前でしょ。当たり前なんだ。世代だ。ありがとうって言ったからありがとう。ありがとうって言ってくれてありがとうっていうことさ。それがいいのかな。ジャスのありがとう。言い返されたらお前ジャスのありがとうっ
って言い返してくれたことをありがとうって言った。あー、こちらこそ。これが、これが、これが、うん、またもうそれが出て、一生これが続くわ。だからもう一生止まらない。大丈夫、どっちかが飽きるよ。どっちかが飽きるよ。絶対飽きるよ。試しにやってみたら、ありがとう、どっちが先に飽きるか。ありがとう、ありがとう、ありがとう。え、お前から、お前から。ありがとう。もう飽きよった。ほらね、飽きるでしょ。っしゃ、一生は続かない。すぐ飽きすぎだよ。いや、お前ピッチャーも飽きるんじゃないか。あ、ピッチャーがいるんだ。あ、ピッチャーこれ、これ、これって見えねえわ。ピッチャーが誰ですか。ナツキ、ナツキ。あ、ナツキ、あ、キャプテンがピッチャー。そう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 。すごい。キャプテンが普通キャッチャーなのにな。そうだね、キャプテンキャッチャー多いから。いや、俺キャッチャーだよ。副キャプテンがキャッチャーよ。疲れた。このシーユーって人は、うん、ショート。あ、じゃあせっかくだからみんなのポジション聞いていこうかな。よーし。キャッチャー、キャッチャーじゃない、ピッチャーのなつきくんがピッチャー。はい、ピッチャー、ピッチャーです。ピッチャー。はい。で、お隣の副キャプテン。あ、副キャプテン、副キャプテンの名前何でしたっけ。まさみち。お、まさみちくんがキャッチャー。はい、合ってんの。はい。で、隣の、しゆうくんがショート。ショート。おー。ちゃんと座れ。ファーストだったけど、うん、ショートに変わった。あら。なんか取れないって言ってた。あ、それえ、ファースト取れないからショートに行ったの。そうそう。ショートの方が難しいんじゃない。あ、ショート遊んでるから。ブローを取るのは、うまいんだけど、うん、このライナー性の、ライナーみたいな。パチンってそのまま来るのが綺麗だわけ。そうね、ファースト当たりが強いからね。ドカって飛んでくるから。あ、キャッチャーの方ですよ。まあそうだね、ピッチャー136キロとか来るよ。へー。だから子供は来ないよ。うん。で、最後にお隣の子がまさつぐ。はい、まさつぐくんがポジションはどこですか。あ、ポジションはまだ決まってません。あ、そっか、入部届出してないので。出してねえんだ。でも練習試合の時はボール拾いと、センターやってます。おお。ベンチだ、ベンチだよ、ベンチだよ、ベンチ入りだよ。センターやってよ。ベンチ入りって。あれはそれはたまたまなの。揉めたよ。あれは海星がたまたまカバー忘れたから。ポジションで揉めてるよ。監督呼ぶ、監督呼ぼうか。なんで監督呼ぶんですか。怖い、純粋な質問が怖い。純粋って何ですか。あ、怖い怖い怖い。もう答えきれないから怖い。そこはいいよ。じゃあ待って、純粋って何ですか。純粋、辞書引きなさい、辞書。純の粋。純の粋ってもっと分かんねえよ。あ、順番の順書いて水、うん、違う、うん、違う。順番の順って書いて水って、もう順番にお水飲んでるみたいな。それはないだろ。練習ではあるかもしれんけど。練習ではね、みんな喉かくから順番にお水飲んでるだろうけど。あ、自分で水筒持ってきてるんですよ。あ、偉い。だから、うん、一緒に飲むんだよ。だから一緒に飲んで、せーの、ゴー。何の話だよ。何一緒になんだよ。そうね、水筒持ってきといて、熱中症怖いからね。はい。あ、うん、水筒さ、うん、車にありますよ、今。そうなんだ。今いい。じゃあもう車から取っといて。あ、今はいいですよ。もう怖い。暑いよ、今日。クーラー下げようかな。あ、どうした。車、クーラー、うん、超効いてますよ。そうだったんだ。おい、よかったね。すげえな。まさみちの報告すげえな。あ、まさみちって感じは正しいんですよ。あと、わかった。すごい名前があるんですよ。お、なんね。シユって感じは、うん、志に優しいって感じ。おお、すげえ。確かにすごい。面白いです。志に優しい。そうそうそう。志村けんの志書いて。ちょっと待って。優しいねーの。せっかく志でよかったのに、志村けんの志って言ったらなんかもう。わかりやすいでしょ。あ、いいって言って。皆さん。なんて盛り上がるのはいいけど。志に優しい。え、監督聞いてるってよ。今、監督からメールが来た。なんて書いてあるの。なんて監督聞いてるよって言ってくださいって。俺は聞いてるぞっていうメールが来た。俺は聞いてるぞ。監督から。うわ、怖い、怒られる、怒られる。監督、すまいませんでした。はい、では一旦 CM でーす。あ、 CM ってあるんだ。
誰だらっきょうって言ったの自分も言ったことある。まさみちお前か。じゃあらっきょうって言ったんよ。らっきょうって言ったことある。らっきょう美味しいのに。あるある。言うよねらっきょうって。言わんくてよろしい。お聞こえた聞こえた今。さあ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 皆さんもうすぐね番組が終わるので番組番組だよ。このラジオ番組。待ってよ君たちのマイクを切ろうガチャ。はい、では小学生が静かなうちに協賛を読みたいと思います。この番組は株式会社十太郎ホーム、株式会社ビッグワン、有限会社パーソナルフードサービス、有限会社サキコーポレーション、ハグ機構会員、ヘア&メイクアップヘア&メイクアップアーティスト秋広元岡、各社の提供でお送りしています。皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございましたったらもう終わっちゃうみたいな。ありがとうございます。もう少し続くからね。で、ね、告知ですね。さっきねまた小座祭りのこと聞いたけど、最後にもう一回この小座祭りの資金造成のお知らせを、じゃあしっかりしてるキャプテンにお願いしましょうか。キャプテンお願いします。7月31日の午後4時から、うん、小座エイサー祭りで小座タイガースが、出展出すので、ぜひ、祭りを見ながらぜひ買ってください。おお、すごい、やっぱキャプテンだね。ちょっと安心した。輝いてる。輝いてる。あ、イケメンだよ。キャプテン。クラスの中で一番イケメン。あ、そうなの？一番ではないでしょ。一番だ。太陽の方がね。相当でしょ。それはないと思う。ちょっと待って、ちょっと待って。そういうのは休み時間の廊下で話して。はい。休み時間とかあんのこれ。違う違う。学校でって意味さ。あ、学校の？あ、夏休みか。今、夏休みだよ。疲れた。じゃあね、もうすぐ番組終わっちゃうので、せっかくなので、一人ずつ感想を聞こうかな。今日ラジオ番組出てどうだったか、みたいな。じゃあ、キャプテンから順序よく行こうかな。マイク入ってるよ。ぜひ資金造成の。いいよ、資金造成大事だからね。50万目指しているんで、売り上げ。そうだね、みんなのユニフォーム買うってなったらそれぐらい必要かもね。うん、ちなみに、うん、キャプテン、ラジオ楽しかったですか？はい。あ、よかったです。はい、ありがとうございます。じゃあ続いてお隣のまさみちくん。おいろかったです。マイクガチャガチャうるせえ。面白かったならよかったけどさ。ガチャガチャ触らんよ。落っこちるんじゃないかマイク。じゃあ次お隣のしゆくん、どうした？宜野湾の皆さんも小座エイサー祭りに来てください。おお、意外や意外、最後にしっかりとした発言を。そうそう。じゃあ最後、マサツグ。マサツグ、危ねえ、ツグハルって言おうとしてた。じゃあマサツグくんお願いします。ラジオ初めて出て楽しかったし、うん、資金造成のことを言えたからよかった。あ、よかったです。ありがとうございます。変だろ、からです。素晴らしいです。よかった。なんかね、本番中やべえと思ったけど、最後みんなしっかりしててよかった。じゃあやべえ、もうすぐ終わりじゃん。はい、では本日のお相手は私ヨギと吉川愛沙と夏美と、はい、お隣夏希夏希夏希小座タイガースでした。でした、まとめた。はい、お疲れ、また来週。